セバン号サッカーのセバン号本校ではサッカーにおけるセバン号について解説する。サッカーにおいてセバン号制度の導入がなされたのは20世紀初頭になってからである。1897年オーストラリアブリスベンで行われたラグビーのクイーンズランド対ニュージーランド戦で使用されたのを契機にイギリスにおいてサッカーでも使用すべきではという言説がなされるようになった。 こうした議論を経て、1928年のイングランドリーグアーセナル対チェルシー戦において、サッカーで初めて背番号をつけたジャージーでの試合が行われた。チーム関係者からは、数字がチームカラーをスポイルするとして不評だったが、プログラムブックを見なければ選手がわからないことに対して、不満を感じていた感染者からおおむね好評であった。その後、 1933年に FA カップ決勝戦で再び背番号入りのジャージーが使用され、エバートンの選手が1番から11番を、マンチェスターシティの選手が12番から22番を、それぞれ着用して試合が行われた。以降 FA カップでは背番号制度が本格的に導入され、1939年にはイングランドリーグでも導入されるようになる。 導入当時は1番から11番まで固定で、19世紀末から1920年代半ばまで、世界のサッカー界を席巻していた2から3から5の V フォーメーションに沿って、ゴールキーパーから順に、ポジションが前に行くに従って番号が大きくなるよう、設定された。まず最後尾のゴールキーパーは1番。続いて2人のフルバックは、右から順に、ライトバック2番。 レフトバック3番が割り振られた。3人のハーフバックも同様に右からライトハーフ4番、センターハーフ5番、レフトハーフ6番。5人が並ぶフォワードはライトウィング7番、インサイドライト8番、センターフォワード9番、インサイドレフト10番、レフトウィング11番となった。この背番号がスタンダードとなり、世界に広まっていった。しかし、 その後のそれぞれの国でのフォーメーションの変化に伴い、各、背番号が指すポジションは国ごとに変化していった。以前は試合ごとにスターティングメンバーに1番から11番までが与えられていたが、現在、世界中のほとんどのプロリーグで、背番号は固定性となり、選手は年間を通じて好きな番号をつけることができるようになった。また特に目立つことが好きな選手には、 昔は誰もつけていなかったような大きな数字でさえ選ばれるようになった。ファンや観客が選手を特定するのが容易になった。反面、ポジションと背番号との同一性はあまり感じられなくなってしまった。1993年、プレミアリーグでスコットナンバー制度が導入され、試合ごとに背番号を割り当てるのではなく、個人ごとに番号が割り当てられるようになった。これにより、 他の競技で見られるような永久欠番の概念がサッカーにも登場し、ナポリの10番、マンチェスターシティの23番などが知られている。イングランドでは1930年代から3から2から2から,2から3の WM フォーメーションが一般的になる。それに伴い HB から5番のセンターハーフが FBE の真ん中に下がる。 そして FW から8番と10番が下がって HB に加わった。このフォーメーションと背番号がヨーロッパ全体に広まった。1960年代には6番がディフェンスラインに下がってフォーバックを形成する4から3から3へと変化する。その後ヨーロッパの中ではいち早く4から4から2システムに移行。現在のイングランドで4の4の2といえば GK1、DEF は左から365に MF は左ハーフ11、中央に4と8、右ハーフ7が並ぶ。そして FW は先端フォワードの9番と10番がコンビを組むこととなる。4番と8番では8番の方が攻撃的な選手でシャドウストライカータイプや多国なラ十番をつけるタイプが務める。またイングランドでは 他国とは異なり、10番は伝統的にチームのエースストライカー的存在のフォワードの選手がつけていた。しかし国内トップリーグのプレミアリーグにおける2000年代の外国人監督の増加とそれに伴う他国式の戦術の採用の影響か、近年では中盤のいわゆるトップ下の選手のポジションそのものを10番と呼ぶようにさえなってきており、 より普遍的なイメージに近づいている。南米では、フォーメーションは、ヨーロッパとは異なる進化を遂げる。前述の2バックの V フォーメーションから、WM フォーメーションの3バックを経ずにいきなり、4から2から4というフォーバックのフォーメーションを採用。選手のポジション変更に伴い、背番号の配置も変わっていった。ブラジルでは、HB の両サイド、4番と6番が、 FBE の二人を挟むように下がり、FW ラインから8番が HB に加わった。その後、4番が内側の2番と入れ替わり、現在のフォーバックの布陣となった。左から並べると、6342となる。一方、アルゼンチンでは、HB の4、6番は FBE の間に入るように後ろに下がった。左から並べると3642となる。 1958年にはブラジルがこの4から2から4のフォーメーションでワールドカップを制覇。この時、ペレが10番をつけていたことがチームの中心イコール10番というイメージを世界中に広めることに一役買った。その後、ブラジルは4の3の3を採用して1962年のワールドカップも制し、世界中の国がそれを採用することになった。現在のブラジルでは、 4から4から2の場合、以下のようになることが多い。GK1、DEF は、左から634に、ボランチ58、攻撃的、m f 7十0 f w 9 1一。もともと左右のウィングだった7と11は、FW と MF の位置を入れ替わることもある。現在、国内トップリーグであるセリエ A では、1番から99番まで、 自由に背番号を決めて良いという規定があり、選手は99番などの大きな数字を背中に付けたり、自分の制限の下二桁を背番号にしたりすることもある。オランダの場合、6番はボランチ、8番はサイドアタッカー、10番はトップ下に与えられる番号。伝統的なアヤックス風の3から4から3フォーメーションでは、GK1、DEF は左から5、3に、 MF はダイヤモンド型の下の頂点が4、左が8、右が6、上の頂点が10、FW は左から1197となる。国内プロリーグではファン獲得のために1970年に固定背番号制を採用したが、これは当時のヨーロッパでは画期的なことだった。スペインの場合、一般的には4から2から3から1だが、 オランダ人のヨハン・クライフが監督を務めた FC、バルセロナがオランダ風の背番号の付け方をしていた。リーガエスパニョーラは国内のコンペティションで1番から25番までと規定されており、1番13番25番は GK が使用する。リザーブチームの選手が出場する際には26番以降が使用される。リーグンは 国内のコンペティションで1番から30番までと規定されており、1番16番30番は GK が使用する。B チームからトップチームに昇格した選手は例外として31番以降が使用される。ブンデスリーガは2005から06シーズンにビセンテリーザラズがバイエル・ミュンヘン復帰した際に69番を使用するケースもあったが、2011年から40番。 以降の番号は原則禁止となり、例外はその時点で40番以上をつけていた選手か、クラブの選手登録数が40を超えていた場合のみとなった。ただし、ケビン・カンプルが2017年に RB ライプツヒに移籍した際、登録数は40人以下だったが、カンプルの44番歴が長かったために、例外的に認められたケースもある。背番号とポジションの関係一般的には、 とされることが多い。プロ及びアマチュアの全国リーグ1965年に初めての全国リーグである日本サッカーリーグが誕生した際にはファンに選手を覚えてもらおうということで選手ごとに番号が付けられる固定性番号制が採用された。しかし、これには登録が随時のためにレギュラーであるはずの外国籍選手の番号が20番や30番といった 大きな番号になってしまうという問題があった。1993年に開幕した国内初のサッカーのプロリーグである J リーグでは初年度の1993年から1996年まではポジションごとの役割が理解しやすいようにと試合ごとに先発選手がポジションに応じて1から11をそして控え選手が12から16をつける変動性番号制が採用され 1997シーズンからは選手の認知度を高めることを目的に再び固定背番号制が採用された。一方、天皇杯全日本サッカー選手権大会では引き続き固定背番号制だったため大会限定で背番号を登録していた。また2004年には欠番の解禁など規約が一部改定されたことで特定の番号をクラブ公式に サポーターズナンバーとし決番とするクラブが出てきた。2018年5月30日、J リーグの理事会が開催され、シーズン途中の背番号変更が可能となり、同日から適用となった。初適用者は、当時ビッセル神戸の三宅駅で、8から7に変更となった。2019年シーズン現在の主な規約内容は以下の通り。なお、 変動背番号制であった1996年には、神大阪の近藤工事が、GK の番号である1以外の2から11までの背番号をつけたことがある。ありがとうございます。